この動画は中学校2年生歴史的分野3ヨーロッパ人の来校と信長についての学習です歴史的分野の教科書104ページから105ページを開いてくださいまたノートと引き用具を準備してください教科書の 104ページ1の資料は、日本に来たヨーロッパ人の様子を示しています。1543年、鹿児島県の種子島にポルトガル人の乗った中国船が流り着き、鉄砲がもたらされました。1549年、イエズス,ス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが、 鹿児島に来てキリスト教を伝えましたこのようなヨーロッパ人の来航によって日本はどのように変わっていくのでしょうか今日はこのことを目当てに学習をしていきましょうヨーロッパ人によってもたらされたキリスト教はキリスト教の宣教師が日本で 教をしたり、学校や病院、孤児院を建てたり、西日本の大名が保護したりしたことで、民衆の間にも広がっていきます。ところで、皆さんは小学校で織田信長について学習をしてきましたね。学習したことを思い出してみましょう。 どうですかか思い出しましまたか例えば長篠の戦いで武田氏に勝利をしたとか安土城を建てたとか本能寺の変で明智光秀に打たれたとか今日はこの織田信長の統一事業とヨーロッパ人の来航の関わりから 学習していきます。では、教科書105ページを使って、織田信長の統一事業について調べていきましょう。どのようなことを行ってきたのか、戦い方、商業の在り方、仏教勢力との関わり方という3つの視点から、 表にまとめてみましょう。動画を一時停止して、表をまとめてみましょう。再生すると、調べた例が表示されます。調べることはできましたかでは一緒に確認をしていきましょう。戦い方一は、長篠の戦いです。 この戦いで足軽鉄砲隊を使った集団戦法で無敵の騎馬隊武田氏を破ります。商業のあり方2は堺です。信長は堺の自治を奪い支配しました。そして安土城下では 自由に商工業ができるように、丸三、洛一落座礼を出しました。また、仏教勢力に対しては、大変厳しく対応し、丸三、比叡山延暦寺を焼き打ちにしたり、一向一揆の中心であった石山本願寺と戦ったりしました。さらに、 仏教勢力を抑えるために丸五、キリスト教を保護したりしました教科書106ページから107ページを開いてください。これは長篠の戦いの様子です。テタンたちは織田信長の統一事業と ヨーロッパ人がもたらした鉄砲キリスト教との関わりから気づいたことを話し合っています。吹き出しに当てはまる語句を埋めながら一緒に考えていきましょう。教科書106ページから107ページは長篠の戦いの様子だよ。この戦いで約3,000テーモの鉄砲を使ったんだ。 なぜこんなにたくさんの鉄砲を用いることができたのかな鉄砲は A という町で作られていたよね。ここは鉄砲の火薬を輸入する貿易港でもあったよ。信長はこの町に対してどのように接していたのかなわかったぞ。信長は、 鉄砲の生産拠点、火薬輸入する港がある A を B したことで多くの鉄砲を長篠の戦いで用いることができたんだ長篠の戦いからヨーロッパと信長のつながりが見えてきたね動画を一度停止して A に当てはまる町 B に入る文章について再度教科書を読み返して考えてみましょうわかりましたか A には堺という町の名前が入ります教科書104ページの地図で位置を確認しましょうこの町は鉄砲の生産地であるとともに鉄砲の火薬を輸入する港でもありました 信長はこの町の自治を奪い支配したことにより鉄砲を戦いで多く用いることができましたこの鉄砲の伝来は日本の牙や弓槍などによる戦術を大きく変え天下統一を加速させたのです今日はヨーロッパ人の来航によって日本がどのように変わったかを 信長の統一事業との関わりから見てきましたねそれでは今日学んだことを受けてまとめを自分の言葉で書いてみましょう説明するときのキーワードは4つです一度動画を中断してノートに自分の言葉で書いてみましょうまとめの例は再生すると見ることができます 全く一緒の文章にする必要はありませんそれではまとめの例ですヨーロッパ人の来航によって日本に鉄砲とキリスト教がもたらされたキリスト教は宣教師の布教や 西日本のの大名の保護などで民衆にも広がった。信長は仏教勢力を治めるためにキリスト教を保護したまた長篠の戦いでは鉄砲隊が武田氏の騎馬隊を破るなど鉄砲伝来はこれまでの戦い方を大きく変え天下統一を加速させたこのようにヨーロッパ人の来航は 織田信長の統一事業にも影響を及ぼしたですキリスト教や鉄砲などの伝来が日本にどのような影響を与えているのか信長の統一事業と関連付けて簡潔にかけていると良いですねなおキーワードは大切な社会の用語ですのでノートに書くなどして覚えると良いですよこれで中学校2年生3 ヨーロッパ人の来航と信長を終わります。